ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の正木の内田です。本日は近鉄新大宮駅徒歩すぐの賃貸マンション新田村ビルにやってきました。こちらはメゾネットタイプのお部屋となっております。それでは早速下の階のお部屋からご紹介させていただきます。まずこちらが広々としている LDK のスペースとなっております。こちらですね、ちょうどこう正方形のような形になっておりまして、各家電が配置しやすいお部屋となっております。キッチンの方はかなり幅の広いですね、オープンタイプのキッチンとなっておりまして、シンクもこのようにかなり広くなっております。調理するスペースもしっかりとございますし、コンロもですね、十分置いていただけます。また収納の方も上にこのように収納がございまして、真ん中には水切り棚がございます。下の収納の方もこんな感じでたっぷりとございます。またキッチンの横にはバルコニーがございまして、こちらは南向きのバルコニーとなっております。日当たりも大変よく、お洗濯物も十分に乾かすことができます。それでは水回りご紹介させていただきます。まず奥のお風呂からいきます。こちらお風呂となっておりまして、窓もしっかりとございます。こんな感じですね。また洗面所の方はですね、国立の洗面台と室内の洗濯機置き場がございまして、このように窓も大きく取っております。洗面所を出ていただければ玄関ホールとなっておりまして、こちらにですね、こんな感じでお手洗いがございます。玄関のスペースも大変広くなっておりまして、下駄箱を置いていただければ十分使っていただけます。また玄関の横にもこのように大きな収納がございます。それでは上の階に行ってみます。上の階には3つお部屋がありまして、まず階段上ったところにですね、このように結構奥の深い収納の方がございます。でこちら開けていただければ、まず和室の6畳となっております。こちらもですね、お部屋の広さ十分ございますし、開けていただければおよそ一軒タイプの押し入れの収納、上の方もこんな感じで収納となっております。でこちらの和室から横の洋室は、続き間という形になっておりまして、こちらの洋室もですね、2面に窓があって非常に明るいお部屋となっております。また収納の方もこのように幅の広い、3段に分かれている収納が、こんな感じでついております。和室とは続き間になっておりますが、別々にこのように出ることができます。そして最後ですね、もう一つこちらの方にも洋室ございまして、こちらの方はですね、子供部屋にぴったりなサイズのお部屋となっております。また上の階のホールの、すぐ横のところにこんな感じでちょっと奥の深いですね、収納スペースのようなものがついております。はい、それではお部屋のご紹介はこれで終了いたします。気になる条件は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。